帰ってきたぞ帰ってきたぞ帰ってきたぞ。 BS 漫画やわ。はい、こんばんは。こんばんは。一つの漫画作品を取り上げて1時間徹底的に語り合う BS 漫画は、司会の大月隆弘でございます。ささみねあいです。2年9ヶ月ぶりに復活した漫画やわですけども、はい、第3話一応今回で最後ということで、無事に最終話まで、まあいいやあれというわけで今回のシリーズもう一遍ご紹介します。こちらです、はい、こちらになっております、はい、第1夜新井秀樹作、新設ザ・ワールド・イズ・マイン、はい、第2夜五十嵐大輔作魔女、はい、第3夜二宮智子作のだめカンタービレとなっています。はい、というわけで早速今夜のゲストをご紹介いたします。はい、清水美智子さん、小説家の夢枕漠さん、シンガーソングライターのコキアさんです。はい、どうぞ。こんばんは。こんばんは。3人もゲストをお呼びしたと。はい、清水さんどうもご無沙汰しております。ご無沙汰です。のだめはいかがですか。はい、あの評判を聞いて、はい、私ももう10巻買って、はい、筆読んでました。読んでました。はい、ハマりましたね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。バクさんもご無沙汰しております。そう、今日は締め切りなんですか。どういうことか。今日はね、帰ってからまた1本やりますよ。あ、じゃあ怒られますよ。のだめはどういう意味で、バクさん今日来るとは思わなかった。ね、いや、うん、俺はちょっと遅れて好きになったっていうかね、うん、萩本さんとあとマネージャーのジョーさんっていう人に、はいはい、何年か前にちょっと会った時に、のだめ読んでないのって言われて、それそんなに面白いんですかって、読まなきゃダメよと言われてね、元様に言われたというのはすごいですね。読んだらね、うん、実はうちの娘が読んで持ってたというね。あ、そういう作品です。なるほど、わ、はい、かりました。よろしくお願いいたします。こきやさんどうも初めまして。はい、初めまして、よろしくお願いします。唯一ちゃんと音楽ができる、まあ清水さんもピアノ弾けますけど。音大ってこんなもんなんですか。こんなもんです。大体こんなもん。大体こんなもん。あんなにゴミ溜めたりするのいるわけですか。います。いるんだ。います。いっぱいなんだだって。わかりました。じゃあその辺は今日はゆっくり聞かせていただきたいと思います。どうぞこちらの方に。はい、お席の方どうぞ。怖いな音大。お金かかるし。さあ、はい、ではいつものメンバーです。はい、レギュラーの皆さん紹介したいと思います。漫画家の石川純さんです。どうもこんばんは。清水みっちゃんの千の風になってよ、俺までに来たいなと思ってる石川です。よろしくお願いします。ピアノ用意して。あ、違うか。今年は彼で食べていきます。あ、わかりました。はい、続いて作家の岡田斗司郎さんです。どうもこんばんは。オープニングのテーマ書いていただいてありがとうございます。本当だよ。今日ね、昼ね、民放の大人気のワイドショー出たんですよ、はい、そしたら後で局の偉いプロデューサーが来て、うん、漫画は見てますよ、プロデューサーですよ、でワールドイズマインの時にメール3通も送りましたって嬉しそうに語ってて、ああいろんな人が見てるんだと思いました。テロップで流れてくるんですね。テロップが流れたかもわかんない。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、続いて漫画コラムニストの夏目房之助さんです。見る日で、紹介間違えた。よろしくお願いします。これでどこまでできるかちょっと不安です。1時間全部やってるか、やってください。無理です。今日は下のテロップにもう夏目さん疲れたのか流れてます。だから聞きましょう、聞きましょう。はい、はい、じゃあ今夜取り上げる作品こちらになっております。二宮智子作のだめカンタービレです。2001年から講談社のキスという雑誌で連載されており、現在連載中です。では作者のプロフィールと作品のストーリーをご覧ください。作者は二宮智子。1989年ロンドンダウトボーイズでデビュー。その後バブルに翻弄される女子大生を描いたトレンドの女王美穂や天才ファミリーカンパニーなど様々なコメディ作品を手掛け、2004年のだめカンタービレが講談社漫画賞を受賞した。物語の舞台は桃ヶ丘音楽大学。有名ピアニストの息子でエリート音大生千秋真一、学園内でカリスマ的な人気があり天才と呼ばれる千秋、将来の夢は指揮者。そんな千秋の大学の後輩野田めぐみ、通称野田め、のだめは千秋の隣の部屋に住んでいるんだが、まあ部屋が汚い。そんな部屋を見ると千秋は自ら掃除に乗り出す。
ああボランティア。さらに部屋だけでなく本人も。そんなのだめに呆れながらもついつい余計なおせっかい。おかげでのだめに妙に懐かれちゃった千秋。こんなお茶目なのだめちゃんだけど、ピアノを弾かせたらかなりうまい。ちょっと自己流なところはあるけど、千秋も認める腕前。この人、のだめの大学が講師として招いた世界的に有名な指揮者なのだ。こんな変な仲間たちと千秋とのだめが奏でる爆笑クラシック音楽ライフ。千秋とのだめの明日はどっちだ。はい、漫画用では皆さんからのメッセージ受け付けています。好きなキャラクターや場面、作品にまつわるエピソード、番組への感想などどんどん送ってください。もちろんイラストもお待ちしています。ファックス番号は 03-5453-9500 03-5453-9500 です。深夜ですのでくれぐれもお間違いのないようにお願いします。では早速届いているメール紹介したいと思います。オマーさん、男性17歳の方からいただきました。ありがとうございます。今回初めてこの番組を見たのですが、立派な大人の方々がここまで漫画について語っている姿を見て、漫画という媒体の素晴らしさを再認識しました。もうすぐ大学生になる自分ですが、まだまだ漫画読んでたっていいじゃないと思いました。そしていつか皆さんのようなかっこいい漫画読みになりたいです。ありがとうございます。面白いなと思って、はい、そして、藤井陽一さん72歳の男性の方からいただきました。のだめと夏目漱石、のだめ1から19巻を通読しての読後感は夏目漱石の二大傑作坊ちゃん、草枕を合わせて読んだ時と似ています。坊ちゃんの痛快なドタバタ、草枕の人生を達観したメイク、そのいずれもがのだめにはありますというメール、ありがとうございます。それからこういった可愛らしいイラストの方も届いています。はい、皆さんありがとうございます。どんどん送ってくださいね。そして今回から携帯からのメッセージも受け付けています。今流れてますね。こんな風に、メッセージの送り方ですね、携帯のメニュー画面からテレビ、NHK、BS 漫画用の順にたどってください。こんな風にどんどん、流しながら紹介していきますので、皆さんから熱いメッセージお待ちしています。以上です。大月さん、はい、ありがとうございました。存在の手の振りでどんどん声に流していきましたが、短いの人生や視界を語るかのごときポージングでよかったよ。すみません、性格が出ちゃって、立派な大人でせせら笑ってましたしというわけでのだめでございます。はい、3日間で一番安心して皆さん投稿していただけると思いますの です、ね。はい、ファックスもメールもお待ちしておりま す、 ますというわけで石川さんからいきましょう。定番どうですか、のだめ、どういう角度からいきましょうか。いや、のだめはね、のだめはっていうか、その二宮智子がね、はい、まさかヒットするとは、少なくとも少女漫画でヒットするとはね、俺は思わなかったよ。うん、昔からもちろんちらほらと読んでたんだけど、うん、
少女漫画誌で広げて二宮智子が出てくると地味だなと思ってたん。あの野だめはそれほどないけど、その前のその前のって結構地味なんだよ、少女漫画としては最初の頃ね、うん、でだいぶ経ってほら、酔っ払い研究、平成酔っ払い研究所を出したじゃない、うん、あれでこいつ青年誌の方が合ってんじゃないのと思って、青年誌ってこういうタイプのでなんかクリーンヒット出すかもしれないなと思ったけど、全然間違ってたね。まさか少女漫画でこんな面白いもの書くとは思わなかった ね、かなり化けたという印象ですか。じゃあうんというかね、多分少女漫画も変わってきて、彼女も変わってきて、少女漫画で昔だったらね、多分こういう絵柄であんまり少女漫画では受けなかったような気がするんだよね、うん、だからだいぶ少女漫画も変わってきたっていうところあるだろうね。なるほどね。絵的にはどうなんですか。絵的にはまあ少女漫画での主流じゃないよね、うんうん、あの少女漫画って、一番大事なのは、まあ、伝統的な少女漫画を語れば一番重要なのはやっぱり過剰な無駄な華やかさだよね。無駄だね、うん、無駄だ。キャラクターがいかに華やかか、うん、キャラクターにみんな感情移入してるから、だからキャラ主役キャラ以外はまあかなり存在な、うん、人たちばっかし で背景は全部記号、まあ、この野だめも、ね、背景記号なんだけど、うん、あの丁寧な記号になってきてる、うん、昔の少女漫画はもうビルはもうマッチ箱、うん、もう車はマッチ箱にタイヤっていう、うん、本当に冗談みたいな背景だった、うん、脇役も本当に、まあ、これもまあみんな同じ顔って言えば同じ顔なんだけどもっと同じ顔だった、うん、それ相当前だよね。あえて言うのならばいいことでしょ、うん、そうそう、いやでも本当に昔の少女漫画の背景って本当にそうだったよ。うん、あの、ね、いや、うん、後で夏目さんの付き合いなんか一言あると思うけど、昔の少女漫画本当そうだったよね。うん、私振らないでください。あんまり石川番付的には絵が上手い作家ではないわけでしょ。うまくはないよね。さらっと言いました、ね。うまくはないけど、うん、でも。あの必要にして十分だと思うんだけど、うん、ただ華やかさ、少女漫画に一番必要な華やかさっていうのはないよね、うん、華やかさないからでも読みやすいですよね。そうそう、うん、うん、あ多分ね、あのこれ男のこれ男の読者も、夏目さんどうですか。メガネ取った、メガネ。少女漫画のベタな路線って、うん、この人は嫌だったらしいのね、即分するところに、要するにベタでやるっていうことでものすごく恥ずかしさがかっこ悪いと思ってたと。で、あのこの野だめがなんかフリーの編集者がついた時に、うん、あのそれはかえってかっこ悪いわよって、うん、女性の編集者らしいんですよ。あ、女性なの、うん、でそれってかえってかっこ悪いわよって説得して、それでそのじゃあベタでやろうと、うん、だからね、実はあのこれベースの流れってものすごい少女漫画なんだよね、うん、あの異端なんだけど、明らかに汚い女主人公の少女漫画ってなかったので、うん、あのドジで間抜けはあるんだよ。なるほど、ドジで間抜けて風呂に入らない、ケツは入らない、ましてや部屋が汚いなんてありえないわけ。むつ英語部屋汚かったら成り立たないの、ね、あの髪洗うの5日に1度はないわけ。絶対ない。それを書いちゃって、あのだからそれは意図的なんだけど、でもそ あのベースはねかなりきっちり少女漫画をしてて、うん、あの それでベタなものをやり始めたんですよ、うん、それで当たったんですよね。だから僕も実はあの平成酔っ払いが大好きで、あ俺ベッドサイドに置いてあるぐらいなんだけど、あれがあの明日生きる勇気なんだけどね。これ松目さんもやっぱ少女漫画としてヒットするとは思ってなかった。思ってなかったやっぱり、うん、これはさ少女ベースが少女ベースが完璧な少女漫画なんで、ちゃんと女の子も読めるし、うん、それからあの実はキャラクターの設定とかそういうのが青年誌のテストっていうか、少なくとも少女漫画の王道じゃないんで、うん、男の読者もこうやって多いんだよ ね、だから両方の読者が読める漫画なんだよね。本当だ、男の人多いですね、うんうんうん、男の読者は確かに多いみたいです、うんうん、反応が、コキアさんはこれ読むときに少女漫画として読んだ、これはそんなのない、ね、入れないから、お客さんも気づかない。最初ぐらいあとはいいから。コキアさんこれ少女漫画として読んだ。私少女漫画とか青年誌とかってよくわかんないですけど、うん、普通にあのなんかフェードインしました。もちろん音楽やってるからかなり感情移入もしやすかった。そうですね、うん、よくなんか音楽を題材にしたドラマとかテレビで見てても、うん、絶
対にこんなことないとかこれ絶対引いてないとかいろいろちょっとおかしなディテールが出てくるんですけど、この漫画はもう本当にむしろなんかもう全てその通りみたいな。その通り、もう本当です。なんか多分もし音大のこととかを知らない方が読んだら多分漫画だから誇張してるんだろうなって思うと思うんですけど、全然してないです。まさにこういうエロ指揮者とかいますし、いますいます、ああいうのがいます。あとハリセン持った先生とかいるんです。いますいますいますし、あとマスミちゃんみたいな、あのもうスキンみたいな男性を男性をみたいな方もいますし、キャラ濃い人が多いんですか。もうみんなそういう塊です。あ、そういう塊、すごいいいタイミングで絵が出るの。これだよね。そうですよね。そういう方です。かわいい。やっぱみんな就職問題とかでどこのオーケストラ行くとか悩んじゃう。この通りです、はい、あのもう本当にオケに入れる人は本当にいい方で、ソリストになるのはほんのもう何年に一人とか。そんなもんなの。やそうですそうです。なんかアニメーション専門学校での漫画家の話聞いてるみたいで、ね、もう多分一緒だと思います、うん、そうかもね。よく取材してるよね、はい、あのテレビドラマとか見ててさ、漫画家の主役とかって、うん、俺たちよとても見られないもんね。そう、誰もあのベタをドライヤーで乾かしに出たことないもんね。それはね、マスコミ関係みんなドラマひどいですからね、はっきり言ってね、うん、そうかそうか。俺は本当に調べてる。これ読んで、はい、あの分かんなかったことが実はいっぱい分かったのね、はあ、例えば指揮者が指揮やってる時に何考えてるかとかね、うん、それから、他にもね、俺例えばあの野球で言うとさ、巨人なんて誰が監督やっても勝てんじゃないかって思った時期あったんだけど、これもオーケストラさ、誰が棒振ったってみんな名人がやればうまくいくんじゃないのって思ってたんだけど、違う違う、どうもそうじゃないって思ったんだけど、一曲やるときにあんなに揉めると思わなかったし、あとコンマスっていうやつらの仕事が分かったやつらっていうのなんですよ。いやこれね、漫画として何がすごいかって、あの個人のね、クラシックの扱う漫画も確かあったんだけど、大体個人のプレイヤーなのよ。その方が書きやすいし、漫画として表現しやすいし、あのところがね、これが何がすごいかって、オケを主体にしちゃったっていう、俺最初だからとんでもないことやったなと思ったんですよ。指揮者が出てくるっていうのは一番分かりにくいんですよ。だけど指揮者って、あのうちの親父もそのコンマスやってたんで、あの言ってましたけど、指揮者が変わると音が変わると。指揮者が練習でいきなり振ってもその指揮者の音が出るんだって。上手い人だといい音が出るんだって、なぜだかわからない。みんな本当にそうでしょ。そうそうだって言ってますもん。コンマス自体がなんでかわかんないっていうのをこの漫画はかなり論理的に書いてるわけです。いやだから取材して分かってんだと思うんです。それであの僕の名がね、大学生であのやっぱりあのバイオリンで入ってるんですけど、彼女も同じこと言ってた。だいい指揮者が来ると音はなぜか出る。どうなんですかね、あれ気みたいなものなんかわかんないけど、だからとんでもない役が、こうやってる手の先から気が出てるんですよ。それはそれ本当です。でも本当です。でも本当なんです。指揮者の方が偉い講師の先生とかやっぱり授業で入ってきたりすると、はい、入ってきた瞬間から空気が変わるんですよ、ピシッと。だから、まあ、日本で有名な小沢先生とか、はい、もう指揮されると学生オケでももうすごい違います。今話しながらもう寒い部立っちゃいましたけど、思い出しちゃいましたけど、すごい違う。偉さを知ってる場に来るからな、普通の人にでも違うもんなんだ。やっぱ違いますね。あ、本当。いやでもね、あのそのそれをなんていうかわかんないけど、わかる気はするんだよ。だって本当にすごい役者とかってそういうもんじゃない。まあわかる。そこに何百人いるのがいっぺんに持ってくんだよ。だその力がないとダメなのよ。ライブってそうなんでしょうね、うん、漫画はそんなことないですよね。だから偉い先生が連載始めると他の漫画が一斉に面白くなったりしないですけど、一緒にだいたいね、漫画描いてる時に何百人もいないからね。そうか、なるほどね。じゃあもう本当千秋様はすごいんですね。どうしてもそこに話を出てきたいわけだと。千秋様に行きたいわけだ。千秋様の話今日はたっぷりしたいわけね。どうぞ、ね、こういう司会は置いといて。いやいや、そんなことないですよ。でもこれに出てくる出演者って意外とみんなだからすごい人たちばっかりですよね、うん、才能あるよ。もう才能ある人しか出てきてないじゃないですか、うん、ちょっと変だけどね、みんな、うんうん、裏剣の人とか置いといて置いといても、裏剣はグラバーサンドイッチも作るいい中華料理屋だ。すごいですよ、すごいですけど、あれはあれで必要ですけど、うん、
そうそう、でもキャラクターが面白いし、やだ、なんかみんなに注目されるの何を言ってるの。いや、何を言ってるの。5年に1回ぐらいこういう回あるじゃん。すいませんね、汗かいちゃうなと思って、うん、そうそうそう、だから私はすごい、私ものだめはこれで読んだんですよ、うんうんうん、こんなにハマると思わなくて、あ、そう、はい、うん、面白い面白いってみんなが言ってて、うんうん、でも面白いんだったら全巻終わってから、うん、連載終わってから全巻まとめて読もうと思ってて、でこの間19巻出たじゃないですか、うん、18巻までしか、まあ、とりあえずもらってなくって、19巻出たってなった時の、よっぽどもらう前に自分で本屋に行こうかと思ったぐらい買ってもいいみたいな、うん、送ってくる前に、そこまで行っても買わずに待ったんだよね。そこが愛ちゃんだよね。そこが愛ちゃん、待ちましたよ、はい、それをもらわずに買うようになったら、そこで愛ちゃんの目ができるんだよ。あ、そうかそうか、もうまだもう一歩ですね。それ千秋君が一番好きなの。そうなんです、あのね、そんなに最初は全くだったんですよ、うん、あ、面白いなとか読みやすいなで読んでたんですけど、だんだんすっごいハマってきて、だんだんかっこよくなっていくじゃないですか。だって、うん、そんなにかっこいい顔とか漫画で絵で見てる限りは、うん、この人すごいかっこいい人だとは思わないんですけど、読んでいくうちにすごい魅力的になってって、でのだめと の, あのやり取りとかにもう本当にキュンキュンするようになっちゃって、キュン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 、やっぱり九州でのなんか抱きしめられるシーンは結構感動しましたね。そうですよね、あっぱ、ね、あいうとこツボですか、意外とこれあんまりなかったじゃないですか。ここもキュンキュンしませんでした。どこ19巻の、はい、19巻初めの方でのだめのコンサートに行けなかった、うん、後ろ来ましたカメラが、千秋くんがの、うん、ベッドに寝てるのだめにバサッとドサッと上から行くと、のだめさんすいませんでしたし、そうですそうです、そこで初めてのだめちゃんって言うんですよ、言った言った言ったでしょ、うん、のだめちゃんってって思って、私も本当に一人で家でうわーってなっちゃう。大丈夫大丈夫、女性興奮気味ですね。興奮だよねやっぱね。そこら辺が分かんない。でも何があるわけじゃないんだよな、うん、そうそうそう、余計なのがいい、ただのアクシデントっていうかさ、そう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 、意外とギャグが面白いんですよ ね, すよね、漫画全体。この二人は何も起きてないの。そうなの、これは、ね、イライラするとこですね。イライラする、もういいでしょうって。もうベッドで帰って寝てんだよ。行った時でもう OK だよね、読者的には。読者的には、ね、このままではあのメゾン一国の悲劇を繰り返すことになりますよ。でも一応キスシーンはあったからね。そうそうそう、うん、で描かれてないけど、ほらあの洗濯物が乾燥機に入ってるぞとかで、もうそういう感じなんだなって。そっちに撮った？違う、ほら解釈違うよ、違う違う、そういう感じっていうか、なんかこう、あ、2人はそういうの関係なくてもこう通じ合ってんだなみたいな、すいません、少女漫画的であれなんですけど、でも、うん、そんな感じですよね、うん、でもこれどっちかというと男の方が世話してますよね、うん、すごいまめに世話女房なんですよこれ。理想的な感じ、ほらそれを理想なんだよねやっぱね。今ね、男が世話をして癒しをもらってんだよこれは。でしょ、うん、全部いいとこ取り女の方なんですよ、うんうん、いやこれね面白いのは両方とも無自覚なんだよ。そう、問題あるんですよ、あのね、普通のパターンは片っぽが無自覚なんだよ、うん、あ、そう、天然なのよ、うん、これ両方とも実は千秋はそう最初見えないじゃん、うん、俺様で、うん、でもね完全に無自覚なんだよね、うん、天然なんだよ、天然同士なんだよ、うん、でそれがお互いになんかあの分かってきちゃうっていう面白さでね、そこはねちょっと新しいかもしれない、うん、千秋はのだめバンバンどついてますけども、ちょっとカメラ引いてみたらなんかド S ののだめにド M の千秋ですよね。完全にそうですね、うん、そうなのか、あ、そうじゃないですか、あれ、うん、違いますね。だって状況を実はコントロールしたののだめだし、うん、そうそう、のだめの許可が出たから千秋だってヨーロッパ行けたようなもんだから、だから天守関白なんですよのだめが、うん、そうそう、でもね多分千秋はね、うん、のだめに振り回されてると思ってる、うん、のだめは千秋に振り回されてると思ってる、お互いそう思ってるんですよ。千秋追いかけてるとは思ってる、いや追いかけてんだけど、うん、でも追いかけてあの来たかなと思うともういないっていうふうに思って、のだめが見てる千秋って千秋本人じゃなくて本人が思い込んでる千秋だから、いやもう両方そうなんです。あ、そっか、うん、まあいいや、じゃあというわけであのミルヒさん、ミルヒの目、ミルヒの目じゃない、夏目の目を、夏目の目お願いします。第一声やってみれるかな、よろしいですか。不便だよ、これあの頼んでお願いしました。でもここでやります。ですね、何やったっけ、あ、そうそう、それでね、あのまずさっき言ったあの異端の少女漫画であるということですね、短いな、こう、あの最初このありがたが、この辺の書き方がうまいんですよ。これはね、
このアリをたがらせてるこの汁がね隣から流れてくるっていう表現は多分少女漫画のヒロインとしてはあの史上初だろうと思います。あのあるとすれば土田佳子ぐらいだろうと思います。図野に、この辺でこれですね、この辺のあのこの徹底した描き方ですね、クリームシチューは黒いのかとかですね、このイクラはなんだご飯ですとかですね、この辺の描き方はですね、すごいです。これがあのヒロインの、しかもこれ第あの、1巻ですからね、ヒロインの説明をしているシーンがこれですから、これは明らかに異端と言っていいと思います。過去ありえなかったキャラだと、しかもお風呂は2日起きでシャンプーは5日起きということになっております。でこれがですね、しかしさすがに最近あのパリに行きまして欧州編になると成長しております。図野さんに行きます。これさすがに綺麗になってます。あの綺麗にってさっきと比べれば綺麗になってます。つまりあのこれ私ですね、違うか。あのやはりこの物語成長物語であるということがここでもお分かりだと思います。で音楽表現としてののだめ、ここはあの私は非常に注目するんですけども、音楽表現っていうのはその音のしない紙面、あの漫画の紙面には非常に難しいっていうのは前からあのお話をしていて、ベックの時にも分析したと思いますけども、いかにこの紙しかないところから音を聞かせるかというのは非常に苦労をして漫画史以上工夫されてきたですね。中でものだめはこれをそのオーケストラでやったというところが非常にすごいわけですが、おそらくのだめの中でも一番音楽表現としてうまくできているのはやはり個人の演奏の場面なんですね。図の4に行きますと、これ9巻ですが、のだめが渾身のシューマンを弾く、このあたりが一番音楽を感じさせるという意味では表現がよくできております。まずここですが、音符を出すというのはこれ非常に古典的なあの漫画表現の音楽表現です。しかしこれを縦にやりました。で縦にやってこの縦にピアノを落とすというところに合わせてきました。この表現がうまいですね。で実はのだめの中で縦表現というのは非常に重要な意味を持っています。まず図の5ですね、これはあの一般的な音楽表現、音楽がいかにすごいかというのを、どう表現化するかというと、その漫画ではよく使われる、まず解説者がかなり偉い解説者がそれをすごいと言うということですね。こんな演奏するあいつを初めて見たとかですね、すごい集中力とかですね、その他音楽に対する賛美を傍らでする、これは基本的に巨人の星で投げてる球を解説者がすごいというのと同じです。構造は同じです。しかしそれを音楽で使っているということになります。ですからこれはあの言ってみればパターンです。ベックでもお話ししました。それからガラスの仮面でも、見てる方が演者を賛美する、で演者の方は無意識ですから白目を向いているということで、これこのシーンでも白目を向いたり目が描かれなかったりするという、これもパターンです。でさて図の6ですね、この場面がすごいのはですね、実はこう進むに従って十分に読者がこの音楽の中に入った時に、このペトルシュカの、音楽的な主題と彼女の主題が合ってくるんですね。これ失敗するんですよ結局この演奏にね。でその時に糸が切れた人形というのは来て、これが全部縦で来ます。これ音が落ちる感じです。で、それと糸が切れる感じ、そして彼女自身の糸も切れるという、ここで一致するんですね。この辺の描き方は非常にうまくできている。そして、しかもですね、演奏次第と物語次第が一致したところで図の7に行きますと、この縦構造というのは物語をこう押しとどめる役割がありますので、ここで一旦シーケンスが変わるんですが、結局この彼女自身が挫折したっていうことと音楽の中の主題がですね、これまさに少女漫画っていうのはそういうもんですけども、人間関係を描くという意味では千秋と野田目の関係の挫折というところに一致してくるわけですね。でこれ最後の人形の、イメージの困ったのは非常に効いてるわけです。だからやっぱりこの音楽を描くということによって人間関係を描く、あるいは人間関係を音楽に投影させる、その逆、そういう構造になっていて、この辺で野田目の音楽表現とはかなり完成されてきます。しかしなおかつ、これ指揮者の話でもありますんで、オーケストラをどう描くかっていうところには行ってないんですよ。でオーケストラはどう描かれるか、図の8ですね、オーケストラの演奏の描写の一つはこれです。私が、あ、じゃないや、ストレゼマンが振ってるんですけど、これも
解説者が一瞬にして引き込まれたというふうに解説をしていて、その演奏がありオーケストラですからオーケストラの奥行きが描かれます。それからまあこの人の場合割とこう動線で音を表現したりもします。ただこの描き方自体は漫画の世界でそれほど新鮮なわけではないですね。集団、つまり集団の音楽というものをですね漫画で表現するのがいかに難しいかということです。だから僕はびっくりしたんですけどね。でそこでですね、図の9に行きます。この辺になると、まあ、こう流線を入れたり駒を斜めにしたりして、音を表現してるんですが、実はこの場面でやはり一番いいのは人間関係が出てくるところなんです。でこの、千秋がシュトレーゼマンと共演したここで一番いいのはここです。この白い駒です。もう曲が終わりに近くなった時に嫌だな、もうすぐ終わりだ、もっと教えてほしいことがあったっていう独白が入るんです。しかもここだけ白く抜かれてます。ここだけ千秋の意識が進んでいる音楽とは別個に乖離した状態でふっと浮かんだという表現なんですね。ここで初めてこの音楽の盛り上がりというのが我々読者がリアルに感じることができる。あ、すごく楽しいんだな、もっとここにいたいんだと、いたいと思うんだなということが、でそういう表現ですね。やっぱりその人間関係を描くことによって音楽を描いているということが言えると思います。そして、図の10、この続きですけれども、もっと聞いて感じていたかったこの人の音楽をと、散々このシュトレーゼマンにひどい目に遭って、いる千秋なんですが、やっぱりそう思うと、ここに千秋にとって音楽とは何かっていうことが全部現れてるわけですね。この人にとって音楽というのはバックにもちろん父親というものがありますが、しかしこの人が生きるために必要なものなんです。で必要なんだけれども、それをやるといつもその自分の美意識を破壊するような目に遭うんですね。なんか自分の美意識とかそのこういうこうであるはずだ、こうであってほしいと思うのをいつも壊されるのが音楽なんです。自分に必要なにもかかわらず、その象徴がのだめなんですね。だから音楽これも物語の主題が音楽の中に投影されてるんです。して音楽 の場面の主題が物語に投影されるという構造になっています。でこれは言い換えれば物を表現する芸術っていうものの比喩になってます。言ってみればのだめというのはかなり汚いですがミューズですね。つまり芸術の女神なんですね。手塚さんがバルボラという作品を書きました。あれのみたいなもんです。で面白いのはのだめにとって千秋もそうだということですね。ちなみにですねこのオーケストラの表現ですが、図の11でオーケストラの表現が下手だった時はどうだったかを見ていただきます。そうするとですね微妙にですねこの例えばバイオリンの弓がですね互い違いになってたり、顔の向きが互い違いになってたり、譜面台が互い違いになってるんですよ。つまり秩序だってないんです。実はうまくいってる演奏の時は割と秩序だって書かれてるんです。だからバラバラだということを絵で表す。だからその辺はね実は結構細かくやっております。でやっぱ音楽漫画としてはかなり頑張っていると、しかもそれが人間関係のちゃんと少女漫画の主題になっているということですね。以上です。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。教授ファクスをいきます。はい、はい、こういうイラストをいただいてます。ありがとうございます。今日ファクスいっぱい来てます、ね、キノコ生えてる、キノコ生えてますね。、はい、あとメールの方も、たくさんいただいてるんですが、はい、キャノンさん42歳の女性の方からいただきました。はい、娘のだめはうちの娘がモデルと思える、この漫画にハマりました。オブスがあるほどの部屋の汚さ、楽譜を無視した演奏でも音楽力はある、シンクロしてて他人事とは思えない。あとは千秋のようなイケメン彼氏をゲットするだけで、本人曰くベルリンフィルに入ってドイツ人と結婚するらしいです。すごい娘さん持ってらっしゃいますね。大丈夫かな。ありがとうございます。それから隣のすすわたりさん、34歳女性の方です。はい、祝復活漫画やわ、のだめは女性漫画なのに少年漫画っぽいところがありますね。はい、ちゃんと中高生が中高年として、ごめんなさい、中高年が中高年として描けているのがすごい。うん、ミルフィーにしてもオクレール先生にしてもちゃんと年齢層に見える、楽器の描写とともに感心します。なるほど。はい、ありがとうございます。もう一枚あります。
元コンバス隊、32歳の方です。取材力に圧倒されました、楽器や楽器の構え方背景に、過ぎないような建物、どれを撮っても十分すぎるくらい取材をされて細かいところにまで配慮された描き方をされていることに毎回脱帽しています。最新刊の19巻の表紙はコントラバスですが、舞台がフランスということで弓もちゃんとフレンチ帽になっていて、元コンバス隊の私は嬉しくて泣きました。本当にというメールです。なるほど、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、それでどうしようかな。あ、石川さんにさっきの話ちょっと受けてもらいましょうか、はい、夏目さんの話を。あ、いや、絵の話を、うん、絵の話っていうか、まあ、音楽を絵で描く話、うんうん、あの昔はね、あの音楽を漫画で描こうと思うと誰かピアノ弾いてるここに楽譜が出るだけだったんだよ、まあ、この中にもちょっとそういう表現はあるけど、うん、昔はそれしか表現がなかったんだよね、うん、そのうちだんだんそれがこう進化してきてモンタージュで見せていく、まあ、顔を見せたり手元を見せたり楽器を見せたり押したり弾いたりの組み合わせで盛り上げていって、で、前にも何かの番組の時に、あ、遠いかな、遠いやったかな、何かの時に、ほら、谷口二郎とカリブマレーの、はいはい、なんかちょっと忘れちゃったけどロック漫画があって、ライブオデッセイ、ライブオデッセイ、あれでみんなね初めてロック漫画でお音が出てるよと思ったの、うん、ちゃんとそこで電気楽器の音が聞こえてきて、うん、ああやっぱこういう書き方ができるんだと思って驚いた。あの辺からだんだんこう進化はしてきたんだけど、やっぱりね紙一枚で音を荒らすのは本当に難しいの、うん、でこの漫画はねあのモンタージュがうまいんだよね。あのオーケストラとか見ててもね本当にこうあの大きい絵小さい絵、うん、アップロングの組み合わせ、それから、昨日だったっけ言ったけどアップロング、アップってのはつまり相手の心の中まで覗き込んでいく、はいはい、もう一歩前に出て相手の中まで覗き込む、うん、から引いて客観的に全体を見る、うん、そういうのをまあ組み合わせてね読みながら、あ、音が聞こえてるなとね、うん、俺も思ってたの、うん、あのこの絵でこの絵でこの絵でなんだよ。あの二宮智子はね、うん、絵にね絵はそんなにうまくないんだけど、うん、あ、絵描くのは好きなんじゃないかなと思う、うん、あのうまくない分丁寧に描いてるし、でただねまあ雑ではあるんだよ、はい、これは17巻の17巻の、まあ、向こうで文字出ると思うんだけど、はい、17巻の後ろの方、ちょっとページ分かんないけど、はい、この辺とかちょっと見てみるとね、うん、これよく見ると指が 1,2,3,4,5,6 本あるんだよ本当だ本当だ、指が6本あっておまけに、しかも小指で押さえてる鍵盤の右側に人差し、薬指で押さえてる鍵盤がある。ありえないよね、これはありえないよな、うん、これをすごい指だ、ね、こんな一生懸命描いてるいいシーンで、うん、こんないいシーンで、うん、これ指が描いてしまう。よくほら走ってる人って足が 4,5 本になったりするみたいに残像じゃないか、指が早く動いてますっていう、左腕が隠れてるだけでしょ、ね、いや違う、いや違う、こうじゃない、こうじゃない、間違えてる。でいやこれはちゃんとも編集部に教えて、うん、あの治るはずなんだけど治る、うん、いやそのぐらいあの絵に関してはそあ存在のところがある。なるほど、うん、でまあそんなうまい役じゃないんだけど、うん、でもあのこれ今の絵見てね、あの手抜いてると思う人はいないじゃない、うんうん、一生懸命描いて 6本描いちゃったなと思うじゃない、うんうん、この人一生懸命描いてんだよ、うん、そこがね俺はこの漫画のその熱みたいなものとして感じるんだよね。なるほど、コキアさん大爆笑ですよ。いやいや本当だと気がつかなかった気がつかなかったありえないよねこれ。こうやって弾いてるからなんかあの二宮さんって方は音感がいいのか分かんないんですけど、はい、あの音楽ものとそのなんとなくクラシックがあの聞こえてきて、それで完全な九州弁じゃないですか、うん、あれがやっぱりあのトヨとかなんかすごくこうリズムになってて、なんかこの2つのバランスがすごくいいなと思いますよね、うん、あの ところどころ入る音符が和音なのもすごいいいですよね。 であと指使い正確なんでしょ。そうそうそう、あのピアノのへっこんでるところがぴったりなんですよ。コキアさんこれ音は聞こえます？聞こえますね。聞こえるんだ。もうすごいです。なんか音楽ってやっぱり聞くとこうビジュアルが見えてくるじゃないですか。逆もあって、はい、多分逆がこの漫画だと思うんですけど、絵を見ると音が聞こえてくるっていう、それが多分すごくこう、うん、いいことだと思うんですけど、あのモーツァルトがピンクでショパンが白っていうのはやっぱ感じる。あでもあの
学校の授業でもあったんですけど、ラの音は緑とかソの音はブルーとかってあるんですよ、ね、当時 の、まあ、あの作曲家たちが何の音は何の音は何色っていう風に言ってたんですよね。でもそれは私はすごい感じます。はあ、千秋がその楽団というかオーケストラと会話というかやってる最中に演奏中にこう合図を送り合うじゃないですか。あれがもう読んでてすごいゾクゾクしてて、あのミネがこうバイオリンで派手なことやりたいやりたいという時にこうクンってやるんだったらここだって言ってクンってやるとみんなが一斉にこうやるところとかが、なんかそのミュージシャン同士ああいう会話があるんですよね。あります。ミュージシャン同士ってあの柔道の組手じゃないですけど、組んだ瞬間にこいつやるなとか、あこいつダメだなっていうのが分かるんですよ。だから演奏してる中で、はっこの人答えてくれてる、私もだから答えようっていう、こう音と音の中で更新するみたいなのがある。野球漫画思い出したんだよ、うん、野球漫画ってよくさ、うん、ピッチャーとキャッチャーあんな離れてるのに、うんうん、あのナレーションで常に会話してるじゃない、うん、あれ次は何で行くぞって言うとそれはちょっと待てとか言って分かんないだろうと思うんだけど、格闘漫画に近いわ別に、ね、だってあれ元祖が梶原一騎だから、ね、梶原一騎の魔球ってのはどこに成立するかってあの距離で格闘技やってるから、うんうん、今の話バックさんなんかどうですか聞いてて。あの、ね、これはあの例えばあの文章的な、ね、ところもちょっと喋っておきたいなと思って、うん、今日珍しくあの付箋を俺は貼ってきたんだけど、ね、やっぱりねこの漫画の絵だけでこの音がちゃんと聞こえてくるんだけど、そこをね割とあの上手にあの登場人物の言葉だったり文章なんかでフォローしてるんだよ。なるほど。それがね実にいいところがあるのね。おいしそう、2つだけねちょっと、はい、何巻ですか、紹介をしたいんですけど、まずね12巻の、はい、12巻、なんでページ書いてないんだこれ前の方ですよ、ま、前の方ですかまあいいや出してください、はい、ね、ここにね音が響きたい長さを、それから旋律が流れたい先を今日の彼は本能によって捕まえっていうね、うん、このフレーズが入ってくるんですよ、うん、やっぱりこういうフレーズはね俺なんかは参っちゃうんだよね。あこういうのが入ってくると、それからもう一つはね19巻一番新しいやつで、さっきもちょっと出た野だめと千秋がちょっと、はい、仲良くするとこなんだけど、うん、ここもね、これもページが書いてないな。ここはね、のだめに、もたれかかって千秋が寝ちゃうとこなんだけど、あ14ページ、うん、14ページか、これはねマーラーがピューローの葬儀で合唱団のコラールを聞いて衝撃を受けて、それでこの音楽を受胎したっていう、うん、ここがまずすごい。それからその後に続いて俺も今日は腹いっぱいときてね、うん、この一番下のコマでね、音楽が押し寄せてくるばかりで弾かない波のようでっていうところがね、これがまた文学的にいいんですよ。こういう文章がここにこう来るんで、言葉としてね、言葉として、だから僕らこういうところでビッと入っちゃってね、やっぱりここで参ったりするんですよね。でこういういろんなその言葉を上手にこう音楽の中にはめていって、擬音使わないのね。どうしたら、だから普通1個ぐらい入れたいじゃない、ポロンとかさ、最初か最後の何かぐらいね、でもほとんどそういうのはもう使わないで、この人は全部表現してるっていうところがね。それでもう一個ちょっと俺ぜひ言っときたいんですけどね、ここにねこんなに笑えるクラシック音楽があったのかってここ出てるんだけど、帯にね、帯に全部ね、これはね確かに笑えるっていうところは面白いんだけど、帯でその全部の本にね入れるほどこの笑いじゃないと思うんだよね、俺一番この話の面白いのはね、いろんなキャラクターが出てきて、そのキャラクターがねみんなね音楽が好きだっていうところでブレないんだよ、どんなキャラクターが出てきてやめようとしてもね、そこがねいいんですよギャグの要素としてこれどうなんですか。私ちっちゃい、なんていうのかな、活字じゃなくて、ちっちゃい字で書いてある、はいはいはい、あの辺がすごく好きですけどね、うん、それは少女漫画の伝統だよね。あ、そうですね、そこになんか本音があるような気がして、ああいうこぼれたところが大好きです、ね、なんか時々作者が巣に帰ってこうツッコミ入れてますよね。そうなんですよね、そういうところがいつも冷静だと思いますね、もう熱くなったりしない。この漫画本当にね物語として優れてるんだよね、物語としても優れてるし、表現言葉に対する感覚もすごい優れてるし、
本当にね、少女漫画とか青年漫画とかそういう枠を超えて面白いよね。あの安定感があるって感じなんですよ。安心して読めるって。俺絵うまいと思うんだけど。絵うまいと思うんだけど、ね、あのいや下手じゃないんだけど、いやでもね19巻のね書き文字とか見たらね、この人絵が上手くなるつもりあまりないですよ。この電話が鳴るシーンのルルルの R ひどいですよ。こかなり、ね、そう、はい、画力があるっていう絵じゃないんだけど、あの記号として最高ランクの記号、あの過不足のない、この物語を作るのに、まあ、過不足のない、ちゃんとした絵なんだけど、まあ、すごくうまい絵っていうのとは違うよね。あまりに漫画がうますぎて絵がうまく見えちゃうわけですよ。漫画としてうまい、漫画としてうまい、漫画としてうまい、うまく見えちゃう。よく動いてるってことだよね。記号的な表現としてうまくできてるんですよ。でこれはあの少女漫画が割あの永遠と蓄積してきたノウハウなので、あのやっぱり日本の漫画すごいこと、すごいところの一つで、あのこの人確かにね、あのある意味ではファインアート的な絵画とかっていう意味ではそんなに絵に興味はないはずです。あの扉絵であのキャラクターが4人ぐらい並んでて背景何もないとかね、はい、っていうのはそのやっぱり絵に興味のある人だとやっぱり何か入れるんだよね。だけど、それはしない。だけど興味のあるとか別にあるんですよ。でそこを描くためにその、少女漫画なり漫画なりが蓄積してきた記号のこの扱い方をあの駆使してるんですよ。そこがうまいわけであって、あの絵自体を純粋に撮るとそれ決してそのあのうまいっていうレベルではないんだよね。だけど扱い方がうまいのと、もう一つはそのやっぱりあの少女漫画の作家に多いのは自分が興味のあるところ、はい、どうしても伝えたいところはものすごく一生懸命集中するんですよ。集中力がすごいんですよ。でね、落差があるんですね、そこにね。でそういう意味ではあのうまいとは言えるんです。うまいとは言えるんだけど、絵がうまいかっていうとちょっとっていう漫画としてはうまい、漫画としてはうまいです。ま、絵を描くのはね、多分好きは好きなんだよね、まあ、漫画になってくる間が当たり前だけど、でも、まあ、漫画の中でも絵描くの嫌いな人いっぱいいるからね。絵描くのはね多分好きなの、でこの表紙もそうなの、単行本の表紙とかもそうだし、あの本文のこれ中は全部一色になってるけど、あの口絵とか見てもそうなんだけど、カラーはね、にわかには信じられないかもしれないけど、これ多分 CG なんだよ。え、あ、そうなんですか。表紙のこのカラー、金管、ね、のこの金属とか、まあ、もう全部、全部この辺全部そう、多分ね、描線だけ、白黒の描線だけ紙に書いて、それをスキャナーに取り込んで、ペインターってソフトで売ってると思う。へー、デカですね、デカ。でペインターってソフト、今バージョン、バージョン、でも確かこの金管楽器見たら分かりますよね、CG 塗りですよね、これ。今ね、あのバージョン10まで出てるんだけど、多分ね、バージョン 5.5 で書いてると思う。石川警察。タブレットで 5.5 を書くと、こういう、こう、タッチが出るんだよ。多分5じゃなくて 5.5、6じゃないと思う。細かい。でね、わざわざ今10が出てるのにまだ 5.5 使ってるってことは、その人たちが好きなんだよ。そうか、だからそのくらいの興味はすごくあるんだよね。その辺がすっごくあのものすごくうまくて、どんなソフトでも使いこなして今一番新しいやつ使っていくっていうタイプじゃないんだけど、この F でにこだわるようになってるわけですね、そうそう、その程度に絵にはやっぱなんかあるってことですよね。はい、わかりました。じゃあちょっとファックスで行かせてください。日比奈さん、31歳女性の方からいただきました。すいません。私の好きなシーンは12巻の千秋からのキスです。このキスは構図とか線とか成り行きがすごく綺麗で、新鮮に胸キュンでした。しかし、というか、なのでというか、直後のめぐみの的外れ発言には本当びっくりしました。あんなに素敵なシーンをあんな風に切るヒロイン、しかも少女漫画のなんていないですよ。31歳で胸キュンだそうです、はい、ありがとうございます。いいじゃないですか、別に。いいです。L さんからいただきました。39歳の女性の方ですね。はい、いい式ができている時の千秋はゾクゾクするほど色っぽい。うん、わかります。音楽に没頭して無精髭姿になったりもしているのだが、そんな姿にも色気がある。のだめにしたって千秋の音楽面でここぞという時には、普段の変態はどこへやら内助の功と言っていいほどのいい女ぶりを発揮する。2人で演奏するエルガーのバイオリンソナタの場面など、最大のラブシーンと言っても良いだろう。はい、39歳ありがとうございました。いいじゃないですか。で、ターンさん、43歳女性の方です。はい、
のだめが新一の匂いを嗅ぐとしばらく持つというところに深く共感します。あ、いた、ちょっと、あ、わかりますね。抱きつく時に自由でって言ってた。匂いが薄くなったら新鮮なものと交換するなんてところは全くその通りだと思います。ありがとうございます。共感するのよ、わかりますよ。はい、ありがとう。はい、イラスト来てます。のだめちゃん大好きです。イラストいただきました。はい、ありがとうございます。千秋の顔ってさ、少女漫画として見たらかなり薄い顔だよね。薄いですね。いや全然その、ね、顔としてその集中する顔じゃないじゃないですか。そうそう、だってエロイカみたいなさ、うん、違う違う違う、エーベルマカの顔じゃない。それなのにさっきあったあの色っぽさ、こういうあの色のいいシーンとかでは色っぽさを感じるっていうのは、それだけ物語が機能しててうまくキャラクターが動いてるってことなんだよね。あとやっぱ読者のリテラシーが変わってきてますね、うん、少女漫画とか少年漫画と超えてますから。だからそういう顔にとかそういう絵柄にいってんじゃないですよ、うん、違うものを読むようになってんじゃないですか。です、ね、30代の女性の方がおそらくすごい。なんで今まで割と基本的にね絶賛モードなんですけども、うん、ヨーロッパ編になってからちょっとしんどくなったという話よく聞くじゃないですか、うん、そういう話出てたよ ね、うん、で僕も割とそのタイプで、うん、のだめすごい好きなんですけども、やっぱりヨーロッパ編に行ってからなんかこう新刊が出たら前の巻を読み返さないと思い出せなくなってきたんですね、うん、で僕だけかなと思って聞いてみたら割とあのヨーロッパ編になってからちょっと興味途切れたっていう人割といるんですよ。で昨日その話ちょっと振ってみたら夏目さんとかがいやいやいやと違います戻った戻ったわ。まあまあまあ、でもこの両端の二人はキャラ愛、今回キャラ愛で来てらっしゃるから、まあ、これはいいとして味方だもん夏目さん。石川さんどうなんですか。俺はね、どっちが好きかって前半の方が好きだけど後半もすごく面白い、はい、後半も十分面白いと思う。あのテンション落ちてきてるというのはあんまわっきん、ね、テンションは別に落ちてないと思うけどね、うん、あのテンションが違うな、スピードか、うん、あのなんか物語の進行がゆっくりになっちゃってるっていう。それはね多分あの日本編は狭いキャンパス、うん、ほぼキャンパスの中で繰り広げて密度が高いじゃない、うん、でキャラクターがどんどん出てきて狭いところだからどんどんキャラクターが出てきてそのキャラクターの紹介をしながら話ができていくんで、うん、密度とスピードがやっぱりあの海外編とは違うんだよね、うん、海外編は広いところであっちの国行ったりこっち行ったりこっちで人と会ってこっちで人と会って、うん、この人とこの人が結びつくのに時間がかかってってやっぱり密度がちょっと薄くなってしまうのはしょうがないところなんだよね。これあの日本編のキャラっていっぱい好きな人いたんだけど、ちょっとね捨てちゃうのもったいないなって思うね。やっぱり日本の特に俺あの菊池っていうのがね、菊池コンサートのもう最後のあたりでね、はい、あの女の子に手を出せなくてよかったっていうところがね、はいはい、ちょっとね、それはね、9巻だ、はい、9巻のね、ここがいいんですよ。あのその理由がね、またこのオーケストラに戻ってくることができるってね、うんうん、彼がね、うん、あの弾きながらこう独学してんだよ心の中で、うん、俺このキャラをねやっぱりもう一回ヨーロッパであの出していただきたいよね。あのこの彼のカメラ来てます今後ろ、うん、でもどのキャラもさみんなちゃんといいシーンって作ってやってるよね、うんうん、キャラクター愛があるよ。日本編はあの日本っていう場所だけじゃなくて大学とか大学院っていう時間的なリミットがあるから事件がどん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 起こったり大学祭っていうのがあるけど、ヨーロッパ編になってくるとそこら辺はすごい自由になってますよ。いや日本編の方が分かりやすいんですよ、うん、要するに日本編っていうのは学園ね、漫画の王道である学園ものと業界ものなんですよ。で非常にパターンがはっきりしててキャラの作り方もはっきりしてるので分かりやすいんですよ。だから面白いんですよ。でね、だけどこの人ひょっとしたらそれをあの足場にして本当に描きたいのはねヨーロッパ編かもしれないんですよ。であのテーマ自体がその千秋とあの野田目の関係と最終的に今残ってるのはその千秋の親父の話ですから描きたいとすればそっち なんだけど、これヨーロッパ編はね実はだから、そういうパターンで言うとねゴルフサーティンとかね、そのかあのなんていうのかな、浦沢さんが1位書いてたよな、はい、あの海外で活躍する話系なんですよ。だからね構造が違うんだよこれ、うんうん、で逆に言えばこれどこまでも伸ばせるわけですよね。おそらくいや伸ばせないと思います。うん、多分この作家の中ではもう終わりが見えてきていて、うん、そこに向かっていると思いますね。だから、うん、僕多分これあの日本編がいいのはこれ少女漫画でこれでやっていけるかっていう緊張感があるんだよ、うん、でいけたんだよ、うん、いけたからこのヨーロッパ編かけて、うん、本当の主題がかけるっていう感じになってるんだと思いますね。多分ね前半の日本編
を最初あれしか書く予定がなかったんだよね、うん、当然自分で企画もそうだったし多分ここしか書かせてくれなかった、うん、書いてるうちにその次のステージが見えたんだよ、はい、で人気が上がったんでその次のステージが書けた多分ね今喜んで書いてると思う、うん、だから俺はね薄いくなった感じはしないんだよね、うん、前半面白いって僕も岡田さんに近いんですよ、うん、でやっぱ国境を越えたら日本のその少年漫画的戦後のスキームってのはダメになるって、はい、マキバーもそうだったけど、はい、そっちの側で読む人はやっぱそう見るんだと思うけど、うん、後半は後半で楽しめる読者もいるってのはよくわかりますよね、うん、それなんとなくもう帰ってきてほしい感じはしますね、うん、最後は日本に帰ってきてほしいね俺リカちゃん先生のエピソードが好きなの野田目がちっちゃい時のね、うん、俺あれで一番ほろっときたんだもん、うん、コキアさん言い残したことないですか。いや、 やっぱりヨーロッパ編は多分読み手側のイマジネーションが追いついていかないんじゃないかしら、うん、そうか、それはあるものがあるんだな多分、うん、あの実際こういうことすごくあるんでヨーロッパ編の方がむしろみたいな音楽家の方たちがねヨーロッパでちゃんとコンサートの方も、うん、はい、ですよね。石川さんヨーロッパで書いてないもんな公演はしたけどね公演はしたけどすごい何気に、はい、まあそういうわけで、いや今日たくさんファックスも来ましたね。愛ちゃんもいっぱい喋ってたし、いやありがとうございます、すいません本当にいや誰もらうことないというわけで、まあはい、まとまったようなまとまらないような、はい、でも自分が漫画家だったらスポーツものがいいなああそうなんだその最後